いや、それはできん。ベルス中のいかなる権力をもってするも、定まったる国家の法令をあかめることはできん。ひとたび悪霊を作るとそれがもとで主従の間違いが続出して長く国家の患いとなるから、そういうことはできん。ダニエル様の再来だ。全くよ、ダニエルさんだ。若いには似合わん、恐れ入った賢明な裁判官様だ。どうかその証書を見せてくれ。はいはい、これにございます。はばかりながら、これにございます。シャイロ、この金額を3倍にして返済しようと申しておるぞ。請願したんだ。天に請願をしてしまったんだ。おのが魂に犠牲の罪が負わされましょうかい。嫌だ。ベニス一国をもらっても嫌だ。さて、この証書はすでに期限が切れておるから、銃はこれによって正当にその商人の胸元から肉1ポンドを切り取る権利がある。ラシャイロ、自費をかけてやれ。3倍の金を受け取ってこの証書はわしに咲かせてくれ。証書面通りの支払いさえ済みますればね。あんたはお立派な裁判官さんでおあんなさるらしい。法律をよく知っておいでなさるし、解釈の仕方もしっかりしたもんだ。手前はあんたをも立派な国家の法律の中席だと存じますから、その法律を盾にあなたに申します。ずずん、ご裁判をなすってくださいまし。ぜひ証書面通りにご裁判を願います。手前もせずにお願い申します。どうかご裁判くださいますように。ではぜひにご予感。その方の胸へ彼が刃物を受ける用意をせ。おかめ盛大な裁判官さん、若いに似合う、ぐるろいお人だ。手出しこの証書面にしたためてある家料は、法律の意義並びに目的の上より見て、十分是認せられるべき性質のものである。まったくその通りです。ふう、賢明な、公平な裁判官さん。まあまあ、お前さんは見かけよりは、ふわっと老衰な、えらいお方だ。それいえ、庶務人、胸元も開け。はい、胸でございます。そう証書に書いてあります。でございましょう。すぐ、胸元よりと書いてございます。さよう。肉の重さを測る、測りはあるか。はい、用意しております。シャイロ、その方自弁で外科医者を呼び寄せておき、傷口を止めんと、出血のために命を失うかもしれんから。そんなことも、書いてございますか。